雨。せっかくの休みなのに雨なので遠出の計画は中止です。こんな日は美味しいものでも食べに行こうと出発いたしました。向かうのはいつも待ち必至の大人気の回転寿司屋さん。到着いたしました。回転寿司根室花丸さんにやってきました。札幌駅にもあるんですが、週末は 1,2 時間待ちなので待ち覚悟で訪問をいたしました。時間を外した15時頃、スムーズに入店ができました。こちらは比較的新しく1995年に創業、名付け親は近所のおじいちゃんのようでございます。入店いたしました。席について注文カードに記入しオーダーいたします。今日のおすすめのメニュー、ヤリイカが一番真ん中に来てますね。サンマが食べたかったのですがなかったようで残念です。汁物のメニューも豊富で迷ってしまいます。スタンダードメニューはこちら。全体的に有名店ですがリーズナブルな価格の印象になっています。こちらが醤油とガリのテーブルセット、後ろで湯飲みが回っています。オーダーを済ませてまずはお茶です。お寿司屋さんのお茶って美味しいですよね。そしてこの粉の量難しいですよね。到着いたしました。手前から数の子と奥が飛びっこです。数の子はしっかりした歯ごたえがあり美味しい数の子。飛びっこはプチプチして非常に美味しいです。3皿も頼みました。これが噂で聞いていた2階建てホタテ。コリッコリで美味しいホタテの甘みが口いっぱいに広がります。2階建てでも1枚1枚がしっかりしたネタです。1枚外すと平屋になりますね。ネタを多く食べたい人にはいいですね。今日のおすすめの汁物からチョイス、花咲ガニの鉄砲汁。花咲ガニが器いっぱいに入った贅沢な一品。出汁がこれでもかというほどに出ていてうまいの一言です。あふれ出んばかりのカニ味噌でした。こちらはカツ粒、粒は外せない一皿になっています。コリコリの食感で間違いない美味しさ。そして続いてカツホッキ、ツヤツヤのホッキも鮮度が良く甘くて美味しいです。こちらは本日の一押しになっていた網走産のトロニシン、生姜との相性が抜群です。これは私の大好物炙り縁側、焦がし醤油の風味が素晴らしく美味しかったです。炙りサバ、炙り系を食べることはあまりないということですが私が一押ししました。油の乗ったサバと焦がし風味が美味しい一皿です。どのネタをとっても新鮮で人気になる理由がわかります。最初に食べた印象ですがわさびが非常に美味しいです。わさびと酢飯、この2点が美味しいお店は何を食べても美味しいです。今日はすんなり入店できましたがその後立て続けにお客さんが入店。ファミリー層やご年配夫婦、若いカップルと世代様々、全世代に愛されるお寿司は日本の国民食なんだなぁと実感いたしました。今日も美味しくいただきました。根室花丸さん、ごちそうさまでした。ちなみにあれだけ食べて金額ゾロ目3333円、程よく食べてキロに向かうところの途中です。恒例の締めのデザートに向かいます。パステリーリーモさん、店内には美味しそうな焼き菓子がたくさんあります。手土産にも喜ばれそうなものもあり素敵なお店になっています。こだわりの限定パフェやソフトクリームも。どれにしようか迷ってしまうラインナップです。はい、本日注文したのはあっけし極みミルクソフトクリーム、牛乳そのものの味わい、さっぱりと食べられてみんなが好きになる味。
そしてこちらはクマビスベリーパフェ。一応ここについてるのはクマのようですね。下にはクリームムース、ピスタチオアイス、ベリーソースなど様々なものが一つで味わえます。持った時の重量感がすごいです。あまりこういうパフェは食べないのですが、見た目も素晴らしく、すっきりとした甘みと酸味で美味しくペロリと完食いたしました。パステリーリーモさん、ごちそうさまでした。さて帰ろう。